おはようございます。元バンディット 400V です。2019年4月20日土曜日7時19分です。今回も張り切って元ブログやっていきましょう。2週間ぶりですかね。今日の格好は、ジャケットはオールシーズンのジャケット、まだメッシュには早いかなと、シューズは、一応メッシュのシューズにも変えました。足元はそんなに寒くないですね。先週土日仕事だったんで、バイクの定期点検の受け取りだけでちょこっとだけ、走りました。普段というか今までお願いしてた、お店がもう変わっちゃって、そういう修理とか やるようなお店じゃなくなったみたいで、ホンダの販売店っていうんですかね、ホンダドリームっていうお店で、定期点検お願いしました。特に問題はなかったですね。部品交換もなかったですし、2万円弱で、24ヶ月点検が終わってます。で、乗り心地変わったかっていうと、特に変わんないかな。また政治家の方が、不用意な発言して責任取らされちゃったですね。で、どこまで遡ればいいんだっていう話もあるんですけども、総理大臣の任命責任だって、野党が散々吠えて、安倍さんもすいませんでしたって謝ってましたけども、元はといえば、派閥の方から推薦リストみたいなのを出して、この人をお願いしますねって出してるみたいなんで、そういうことで言うと、選んだ人も責任ありますけども、そこにこう提出した派閥の方の責任はないのかなと。で、そういうところって特に報道されてないんでどうなのかなと。対外的にはその一番トップが責任取るっていうのは、どんな業界でも同じだと思うんですけども、自民党のじゃあ中でそういう話って出たんかいっていう。で結局能力とかうぬんじゃなくって、当選回数で、この人そろそろっていうような感じだけで推薦してるんであれば、そういう適切じゃない人も推薦しちゃうのかなと。車検じゃなくて定期点検の話なんですけども、去年、その定期点検のついでに、タイヤをですね交換してもらいました。で、タイヤ交換した後に、動画撮影してて、見つけたんですけども、取り付けの位置が、逆なんじゃねえかっていうのが、見えて、で動画投稿したら見てる人から、逆についてますねっていうふうに指摘受けました。で、じゃあ今年、そのお店で去年交換してもらったんですけども、逆になっているようなんですがっていうところで見てもらおうとしたんですけども、結局もうその店、修理やめちゃって、見てもらうことができなかった。なんで今でも、タイヤの反対じゃなくてタイヤ反対につけた状態で、ずっと走り続けてます。商品、スーパーでも何でもいいんですけども、ああいうのって結局、そこに書いているものを
まあ、信じるしかないっていうか、なんて言うんだろうな、まあ、産地でも何でもそうなんですけども、結局確かめようがないんで、消費者としては。だから言われたままにっていうか、まあ、それを信じるしかないねと。材料とかあと産地とか全てですよね。例えばじゃあお米、コシヒカリってパッケージに書いてて、中身本当にコシヒカリかって分かる人ってほとんどいないはず。いや、分かる人も当然いると思うんですけどね。どこどこさんとかって言われてもね。でもみんなそれを信じて、値段もだからそうですよね。品種もそうですし、産地もそうですし、それに見合った値段だと思ってみんな買ってるわけで、そこはもうなんだろう、性善説っていうか信じるしかないねと。でもそれで世の中混乱してないんだから、まあそれでいいんでしょうかという、そんなの疑い出したらキリがないですけども、なんかそんな感じがしてます。なんか今日グダグダになりました。今回の元ブログはこの辺で終わりにします。最後までご視聴ありがとうございました。